こんにちは、マイステージ代表田中千尋です。今日は、ハイドパークに来ています。これはアーチくんです。アーチです。今日はですね、うちのこのアーチくんのお散歩の途中に皆さんに、オーストラリアのワンコ事情についてちょっとお話したいと思います。オーストラリアはですね、愛犬家の人もとってもたくさんいて、たくさんのワンちゃんたちが、公園で楽しく過ごしています。日本のワンコとオーストラリアのワンコ事情ってすごく違うなって思うんですけれども、まあ、こういう公園がですね、もう至る所にたくさんあるので、ワンちゃんたちが本当に自由にのびのびと歩いたり走ったりするところがたくさんあるんですね。でドッグパークも多いですし、本当にのびのびとしてて穏やかで本当にいい子が多いんですね。オーストラリア人ってというか西洋人っていうのかな、しつけがとっても上手だなと思うんですね。同じオーストラリアで生まれたワンちゃんでも、私たちアジア人が育てるとキャン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 言ったりとか、他のワンちゃんとソシャライズうまくできなかったりとかするんですけども、本当にオーストラリア人の育ててるワンちゃんっていうのは穏やかでいい子が多いんですよ。でオフリードで歩いてるワンちゃんがたくさんいるんですね。どうやって訓練するか私もちょっと分かんないんですけど、オフリードで街中とかもそうですし、本当によく歩くんですよね。でうちのアーチくんはですね、実はうちの子になって1年ぐらいになるんですけれども、オーストラリア人が、育てていたワンちゃんなので、オフリードでよく歩くんですよ。だから私もすごくそれが嬉しくて、あと他のワンちゃんたちともよくソシアライズするので、毎日ですねドッグパークに行って他のワンちゃんたちとも遊んだりとかしてるんですけれども、アーチくんはですね、実はうちのワンコが4年ぐらい前に、亡くなっちゃったんですね。そしてすごく悲しくて、もう子供みたいに可愛がってたのですごく悲しくて、ペットロスにも陥ったんですけれども、仕事が忙しかったので、寂しい思いをさせるのがかわいそうだと思って、なかなかもう新しいワンちゃんを迎えるっていうのは踏ん切れないでいたんですけれども、すごくやっぱりワンちゃんがいない生活は寂しかったので、ドッグマインディングって言って犬預かりをしたんですよ。飼い主さんが旅行とか行って面倒見れない時に預かるっていうものなんですけれども、3年間で70匹以上私やったんですね。でもそのおかげで私本当に癒されて、自分で飼わなくてもワンちゃんたちと触れ合っていることができたんですけれども、その中の1匹がこのアーチくんだったんです。でこのアーチはですね、ちょっと特別なちょっと性格が面白い子で、なので誰でもいい感じの子じゃないんですね。でこの飼い主さんがですねということで、すごくアーチが私のこと気に入ってくれてたので何度も預けてくれてたんです。でそんな中オーナーさんがある事情で飼えなくなっちゃったということで、チー飼ってくれるっていう風に連絡が来たんですよ。でもまだまだ私たち踏ん切れなかったのですぐには決断できなかったんですけども、3ヶ月ぐらいかな悩んで、で飼うことにして決断して、ちょうどロックダウンだったので飼うことに決断をしてですね、で飼ったんですけども、もう本当にアーチくんがいて私も今癒されてるんですけどね。そうやってオフリードで 歩けるワンちゃんたちが多いんですけどね。で、本当に西洋文化って私たちからのイメージってなんかすごく緩くて自由奔放なんじゃないかっていうイメージがあると思うんですけど、実際こういった西洋文化の中に入って住んでみると意外と厳しかったりするんですよ。しつけがすごい厳しい、子供に対してもそうだしワンちゃんに対しても結構厳しいんですね。厳しいとこは厳しく、そして、自由にさせるとこは自由にみたいな感じなので、ワンちゃんたちもそういう風に育つみたいなんです。なのでそこも素晴らしいなって、もう日本とはちょっと違うなって思う面の一つなんですけれども、あとはですね、日本のワンちゃんとかアジア韓国とかのワンちゃんってすごくちっちゃくて人形みたいで可愛いワンちゃんが多くないですか。あれってペットショップで大きくなりそうで
あんまり可愛くない子は殺しちゃうみたいなんですね。だけどもオーストラリアってそれをやってないせいか、もうね自然そのままなんですよ。だからマルチーズでも、え、これマルチーズみたいな、もうすっごいもう大きくてブザイクな子とかが結構たくさんいてですね。あとチワワとかもそうですね。チワワって言ったらもうちっちゃくてね、そういうイメージだと思いますけども、結構大きくてブサイクだったりするんですよ。だけれどもこっちの方たち本当にすごく愛情かけて家族の一員として育てていて、そんなのを見てもあいいなって、やっぱりねそのままを受け入れて、そうやって品種改良して可愛く人形みたいにして育てるんじゃなくて、本当にその自然そのままを受け入れるっていうのも素晴らしいなと思うんですね。それから保護センターからもらって育てている方たちもたくさんいるんですよね。で、保護センターからもらってきたので、まあ、病気だったりとか、もうすでに年だったりとか、あとは足がなかったりとか、目が見えなかったりとか、そんなワンちゃんたちもたくさんいるんですけども、そんなワンちゃんたちも受け入れてすごく愛情を持って育てている、そんな方たち多いんですよね。グルーミングショップをやっている私の友達がいるんですけれども、その友達も言ってました。そういうワンちゃん結構多いみたいで、うん、それでもすごくね愛して育ててるんだよねみたいな話をしてました。あと学生さんたちもですね、私たちインターンシップとかボランティアのプログラムやってますので、動物好きな方たちにはこっちでグルーミングショップとか、あとはデイケアとか、あとは保護センターとか、そういったところにご紹介して、そちらでボランティアとかインターンシップやっていただいてるんですけれども、そういった学生さんたちもこういう何かこうオーストラリアと日本のこのペット事情の違いとか、ワンちゃんの違いっていうのを感じてですね、話をしていました。よくね、人形さんみたいに、アジアってお人形さんみたいに、なんか夏なのに暑い日なのに洋服着せて歩いていたりとか、そういうの見てもね、ちょっと私もうーんかわいそうだなと思うんですけれども、やっぱりそういうのもオーストラリアはないですね。やっぱりね、ワンちゃんっていうのは皮膚呼吸しないといけないので、洋服は良くないんですよね。やっぱり汗がかけないので皮膚呼吸しなくちゃいけないのでね。なので寒い時はもちろんいいですけれども、暑い夏とか暑い日とかにはやっぱり洋服を着せるっていうのはあまり良くないんじゃないかなというふうに思います。ということで、オーストラリアのワンちゃん事情お伝えしました。では続きの散歩行こうか。地球では皆さん、オーストラリアでお待ちしています。ご視聴いただきありがとうございます。またオーストラリアの違った魅力がお伝えできていたら嬉しいです。この動画が良かったと思いましたら、いいねボタンをお願いいたします。またコメント欄にコメントいただけますと励みになりますので、お願いします。チャンネル登録もお願いします。また次回の動画でお会いいたします。